師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日のこの時間はイベント広報隊のコーナーです。八戸市内で行われた様々なイベントなどの話題をご紹介しています。今週最初のイベントです。8月4日5日の土日の2日間、累計にある八戸市老館館なので青少年のための科学の祭典2012八戸大会が開催されました。今回は63のテーマで実験や工作、展示を体験見学できるブース、ワークショップのコーナーが多数設けられました。それでは参加した皆さんにお話を聞いてみました。はい、ボランティアということで参加させていただいています。その教育センターの方から参加してみないかっていうふうに声をかけていただいて、講師として今回は参加させていただいています。はい、すごい子どもたちもすごい喜んでくれているので、すごいやってて楽しいです。私はあのプラネタリウムを関下さんっていう方がちょっとやってるブースなんですけれども、ドームを作って、その中で、はい、そういうのをこういろんな星に関することを説明してくださったりとかっていうのをやっているので、それが楽しいですね。はい、おすすめです。今まで何回か参加してるんですけど、子どもたちが楽しんでるのを見たりするのが楽しいし、自分も科学が好きなので、自分もそういうのに触れ合ってみたいから参加しています。子どもとかがやっぱ参加してて楽しい、また来ようねみたいなの聞いてると自分も楽しくなります。いやー、すごい賑わってて楽しいですね。いろんなブースがあるから必ずね、どれか一つ二つ必ず楽しめるね、そういう企画はあるはずなので、いろんな人に来てほしいなと思いますね。参加した多くの子どもたちはたくさんの実験工作を通し、目を輝かせながら科学の面白さに触れていました。続いてのイベントです。8月4日5日こちらも土日の2日間、立花岸壁を会場に漁師うまいもん港博覧会が開催されました。このイベントは NPO 法人アクティの主催で、今年3年ぶりに復活。今回は東日本大震災で被災した東北地方の港を元気づけようと復活。今回は漁師うまいもんエリアが登場し、岩手県の久慈市や宮古市、宮城県や福島県からの団体がブースを構え、海産物のグルメを振る舞っていました。それでは参加した皆さんにお話を伺ってみました。あ、岩崎と申します。あ、はい、初めてです。ですね、ウミネコバクダン食べましたけども美味しかったですあとこれからちょっとラーメンでも食べようかなと思ってました。あとですね、かまぼこの何でしたっけ、ホットドッグ、さっき食べました、忘れてました、美味しかったですよ。はい、初めて来たんですけども、にぎやかでよかったです。子供がもう一人いるんですけども、喜んでどっか行っちゃってですねもっとたくさんやってほしいと思います。八戸市内から来ました熊谷です。前回その2、3年前にやったのにも、参加しました。復活してくれてすごく嬉しいです。ぜひ来年もやってほしいですね。だってね、皆さんこんなにいっぱい来てて、とっても美味しいっていう風に思ってるから、また並んでると思いますし、ね、みんな来るととりあえず応援したくなると思うので、応援したくなると思うし、来ると思うし、食べると思うので、またぜひ八戸でこういうイベントを開いて、いっぱい美味しいもの食べられたないいなって思います。さらに会場では大きな水槽に入ったイカやカニを釣る体験コーナー、さらに歌手加藤登紀子さん、そしてビー玉セーリングのライブも行われ、大いに賑わっていました。最後のイベントです。8月6日月曜日から12日日曜までの1週間、中心商店街で打ち水大作戦がスタートしました。
昨年に続くこのイベント、今回も日時を決めて中心商店街で一斉に打ち水をすることによって気温を約2度下げ、電力エネルギーの節約につなげようという試みです。8月6日月曜日午前10時40分から三日町八地前にて打ち水大作戦のオープニングセレモニーが行われました。それでは八戸市中心商店街連絡協議会の海吹のりこ副会長の話です。皆様もですね、昔私たちは玄関前に掃除すると必ず夕方でも巻きましたですよね。そして今そういう光景がほとんどないわけですよね。ですから市民の皆様もですね、ご自宅の周りに打ち水するとかね、そうすると打ち水することによって、私はこの気温を下げる涼しさを呼ぶだけでなくて、つい掃除もしてしまいますよね。きれいにして巻きたくなりますよね。そうすると周りがみんな少しでもきれいになっていくんじゃないかと思って、それを期待します。皆様もぜひ1週間と言わず、この暑い期間に打ち水をどうぞ1回でもいいですか、やってください。お願いいたします。打ち水をすることによって、打ち水をしたところから打ち水をしていない場所に向かって空気が流れます。打ち水は温度を下げるだけではなく、そよ風も招く効果があるんだそうです。8月12日までの期間中、参加する中心街各店舗は午前11時と夕方5時に一斉打ち水が行われます。皆さんもぜひ雨水やお風呂の残り湯、エアコンの室外機に溜まった水など二次利用水で打ち水をしてみてはいかがでしょうか。以上、今週のイベント広報隊でした。毎週木曜日と金曜日にお送りしているオラフの地域自慢では、取材にご協力いただける方を大募集しています。地域のイベントや人物、名所などをラジオで紹介してみませんか。うちの町内会や地域を八戸中の人に知ってもらいたい。地域のお祭りやイベント、行事にもっとたくさんの人に来てもらいたい。うちの近所にはこんなすごい名人、達人がいるという皆さん、思い切ってラジオでアピールしてみませんか。 BFM お邪魔隊までお気軽にご連絡ください。お邪魔隊スタッフが取材に伺います。取材した内容はお聞きのラジオとホームページの動画でご紹介します。ご連絡はコミュニティ放送局 BFM 電話番号 0178-72-3939 72-3939、 ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738 までお気軽に情報をお寄せください。お待ちしています。突撃八戸お邪魔隊ってか、突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページ、または八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。